はい、どうも、新宿アボイ金城です。伊沢です。新宿アボイの中年の主張でございます。お願いします。ありがとうございます。いや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 、しかしね、はいはい、いや、いや、うん、最近ね、うん、歌番組とか見てるとさ、うん、最近ちょっと立て続けにあったじゃん、いろんな歌番組が、各局、うん、はいはいはい、音楽の日から、はいはい、何からね、FNS 歌謡祭とかね。いやで、この間あれ音楽の日かな、見てたらさ、うん、まあちょうどうちら世代ぐらいの人たちがバーって出てたのよ、うんうん、いや、こう、あ、おー、ドンピシャだなって、高校ぐらいの時に来てたね、うん、人たちで、別に今も活躍されてんだけどさ、うん、いや、今の本当に二十歳ぐらいの人からしたら、うん、もう何だったら生まれる前ぐらいの歌じゃん、はいはいはい、どの辺まで知ってんのかなと思ってさ、あ、歌、あ、そうそう、結構さ、もううちらはもう絶対、はい、この曲なんだかって分かる、うん、例えば、まあ、ずるい女、うん、シャランキューの、うん、ずるい女って言われたら、はい、シャランキューって言うでしょ、絶対、うん、でも今の人、ずるい女って言われたら、え、何の話ですかってなるのか、それか、ああ、なんかあれ聞いたことありますね、聞いたことありますね、みたいなさ、どういう感覚なのかなと思ってさ、だから男組さんがさ、再結成したでしょ、うん、この間、うん、え、それこそ音楽の日でか、うん、そうそう、とかさ、まああれはもっと俺が中学、小学、中学ぐらいの時だからさ、うん、って考えたら今二十歳の子なんて全然生まれる前じゃん、はい、そうそうそう、26、27年前ぐらいだからさ、うん、いや、ああ男組再結成したんだみたいなさ、うん、感覚にはなるけど、うん、どういう感覚なんかなっていう、だって知らない可能性もあるでしょ。ああ。だから どういうふうにこの番組を見るんかなと思ってさ。何にも思わないじゃない。何も思わないのね。そうなんだ。ああ。それからもうあんま若い子テレビ見ないと。ああ、そうか。いや、これがね、だから自分たちで考えた場合、だから生まれる前じゃん。生まれる前って今44だから生まれ、まあ、50年前ぐらいの歌。って考えたらさ、50年前って、え、もう昭和何年、昭何年、ん、50年前でしょ、40年代でしょ、昭和40年代って、でもまあ聞いたことあるか、でもそれは別に何でも一緒だよ、うん、だってさ、別に俺さ、例えばね、お笑いでもさ、うん、ザ・ボンチさんがね、うん、活躍されてたってさ、80、うん、ザ・漫才80年代とかでしょ、80年代、81年とかに、ね、で解散してるでしょ、うん、再結成しましたってなった時にさ、うん、おーんって、まあまあでもそうだよね、ほーんじゃない、うん、え、まあそうなの、いや、よくわかりませんけど、うん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 、まあそうだよね、 B&B さんもそうじゃない、いやそうなんですよ、私も漫才ブーム3歳ぐらいだからあんまりリアルタイムではないですよね、知らないですよ、それは別に、だから、うん、そう、あ、そう、そうなんですね、うん、じゃない、昔やってたんですか、うん、で、それで興味あれば見るだろうし、今だったらもっと手軽に見れるだろうし、そうかそうか、うん、昔さ、その専門学校行ってた、その芸能のね、はい、いた時にその授業の一環で、永瀬智也さんのミュージカル的なお芝居を見に行くみたいな授業があって、うん、そこに尾藤勲さんが出ててさ、うん、最後エンディングちょっと歌う流れの時にさ、ものすごいノイノイでさ、わーって歌ってたの、うん、で俺はもうさ、俳優さんってイメージあるから、はいはい、いや、すげーテンション上がってすげー歌ってんなみたいな、うん、なんかそれが変に面白かったの、うん、でもそれは後々知ったんだけど、もともと歌手の方なんだよね、だからそれを知らなかったのよ、もう俳優だと思ってるから、ずいぶんノリノリで歌うのは俳優さんなのにって思ったけど、もともと歌手の、もう、いやだってそれこそさ、俺男組さん見てたけどさ、うん、なんかベース弾いてた人さ、俳優の人だ、認識だよ、ああそう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 、その人がもともと男組だったのって思ったの、ああだからそういう人だよね、多分ね、だって言ってもそんな年代変わんないじゃん、別に10個ぐらいでしょ、うん、
そうなんだよね。いや、そうなのよ。なんかだから、そう、だからそういう感覚なんかな。ああ、この俳優さん歌手だったんだとかさ、うん、堺正章さんとかもそうだけどさ、うん、あ、もともとそういうグループサウンズっていうバンドだった。いや、だから金清のこと見てさ、あれ俳優さんがなんか変な動きしてるなって思ってる人もいたかもしれないよ。え、私を俳優と思って、うん、なんで私を俳優と思うね。あの華麗なる一族とか、ね、まあやらせていただきましたかね。あと小田切京子の嘘とかね。あ、はいはいはい、やらせていただきました。そういうもドラマをやってた人がさ、はい、出てきてさ、えーデリツとかさ、ピョ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 とかやってたらさ、はいはい、あれこの人本当はどっちなんだろう。なるほどね。役者さんだったんじゃないのって思ってる人がね、まあ探せ一人ぐらいいると思う。一人ぐらいいるんだね、うん、いや確かに 30.5% ですから華麗なる一族視聴率ね。エキストラね。エキストラじゃないです。ちゃんと名前ありました。武田っていう役で、ちゃんと最後出てきましたから、金清って。はい、武田金清って。武田金清とはね、武田金清って出てきました。金清勝の家でちゃんと最後出てきました、エンドロール。はい。金なる一族ってさ、あれ、DVD とかなってんの？ DVD になってますよ。もう家にありますもん。再放送とかもしないよね。いや、再放送はしてないね、ほとんど。一回もないんじゃない？あんのかな？いつかしてくれんのかな。あんまり見たことないね、再放送してんのは。半沢直樹もさ、再放送しないしないって言ってたけどさ、一、うん、回シーズン2が始まる前に一回再放送してる、うんうん、いろいろあるじゃないですか、いろんな大人の事情が、ね、権利みたいな、うん、あると思いますよ。華麗なる一族もう一回見たいな。でもな、うん、あれは面白いですよ。あ、うん、そう、あ、だからまあまあ確かにと。確かにね、言われてみればね、いやー、今まで一人二人ぐらい華麗なる一族見てましたっていう人 いたような気するわ。小田切京子の嘘見てました。小田切京子の嘘はちょっと残念だ。黒服の人ですよね。セリフでめちゃくちゃなんか甘噛みしてた人ですよねってないですか。それはなかったですけど、うん、そうね、うん、そうだから、そう、入り口が入り口だったらそうだよね。そうなっちゃう。歌歌ってる人も、うん、そう。だから、まあ例えばユニコーン、何年か前に再結成したでしょ、時も、あ、久田民生ってバンドだったんだっていう人はいるだろうしね。いるだろうしね、もしかしたら XJAPAN をほらのトシさんは、うん、結構一人でいろいろ出たりしてるじゃん、うん、もしかしたら XJAPAN もし知らない世代だったら、うん、あ、なんか、あ、この人見たことある、すごい歌上手い人だ、うん、ソロの人でちょっといろんな人の曲カバーする人だよねっていうぐらいな認識かもしれないね。いやそのジェネレーションギャップっていうのがさ、なんかジェネレーションギャップじゃないんじゃないですか。なんか自分で思うとどういう感覚なんかなって思っちゃうんだよね。なんか甲斐バンドって甲斐義博さんのね、甲斐バンド再結成どの方もいまいちピンとこないんだよ。でももうちょっと上の世代の人からしたら、え、甲斐バンド再結成なんだとかっておそらくなるということだよね。だからそれとその男組再結成なんか今の若い人からしたら同じ感覚なのかなっていう、なんか知ってはいるけどみたいな、聞いたことあるけどぐらいな、そんな感覚ないんだろう、ないのかな。例えば光源氏再結成じゃ、光源氏はついに再結成したってちょっとはなるの、ちょっとはなります。でも今の人からしたらどう、だってあれすごい光源氏がすごいもう社会現象になってるのを知ってるから、うん、小4ぐらいだから、うん、それも見てるからあれだけど、全く見てない世代の人が例えば懐かしい映像でポンって見ても、うん、あ、なんかこの人すごい人気あった人なのかなぐらいの感覚なんだろうね、うん、その温度が分かんないじゃんその時の、うん、すごい売れ方がさ、いや、なんか不思議なんだよね。なんかそういうの考えちゃうのよ、この年になってくると。なんで？いや、なんとなく最近歌番組見ても、まあ、懐かしいなと思うけど、前もテレ東でそのやってたのよ、なんか100
曲流れるみたいな、で昭和何年どの子のとか出てきて、今の人ってどういう感覚なんだろう。いやだって実際そんなさ昭和何年とかっつったらさ、別にリアルタイムで見てなかった人って出てきてるわけでしょ。あれそう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 。でも歌はなんとなくさ知ってるけど、知らない歌もあるよ、自分でも知らない歌もあるけどさ、そうそうそう、そういう感覚だよ、そういう感覚だよね、うん、あとテレビ見てないとかね、若い人は別に、まあ、そうか見てなければね、いやだからさ、そのうちさ若い人に向けてやってないだろ、そもそもそういうのって、同世代とかでしょ、うん、うちら世代ぐらいターゲットっぽかったけど、だから今流行ってる人たちいるじゃん、の人とかもそのうちもうあと40年ぐらいしたらそういう番組になったらそういう出方になるのかな、出方なんじゃない、ね、やってりゃやってればね、いやあそうそう、今さ全部タイムテーブル出してくれるからさ、うん、めっちゃ見やすいよね。ああまあ確かにね、うん、この時間だけ見りゃいいかとか、うん、確かに確かに、うん、いやそうそう、あじゃあちょっとそういうね、あごめんなさい、いいですよ、いやトシちゃんとかね、トシちゃんとかどういう感覚で見てるのかな今の若い人って。昔もう十何年前だけど、原宿でライブのチケット売りしてる時に、うん、だから中高生とかに声かけてさ、ライブ来てくださいとか、許可取ってたんですかそれ。いやそれすごい言うけど、いや許可取るっていうか、まあちょっと話しかけてね、いやいや昔ですからやってましたけど、ね、ライブにお客さん来てもらってね、いやおるね話何やったよ俺今喋ろう思った話で、そのジャニーズ誰が好きどの方のとか、まあ当時だな嵐とかなんかそんな感じだったかな、で近藤真彦マッチって知ってると、ああなんかジャニーズのなんかだいぶ上の方のおじさんですよねとかっていう言い方した時びっくりじゃない、あそういう感覚なんだみたいな、そう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 、俺が30ぐらいの時だよねおそらく、うん、いやもうひとすればそうなのかなとかさなんかすごいダンス上手い人だなとか、トシちゃんとかねすげえ歌って踊る人だぐらいの認識なのかさ、いやそういうの考えちゃうんですよ、でも松田聖子とトシちゃんが一緒に並んでるとわーって思うけど、今の人何も思わないんだろうなとかさ、そういうの考えながら日々過ごしてるとね、いや大変だねそんな余計なことも考えてる、余計なこと考えてる、疲れるだろ、見てる想像するのだから、面積って見てねえじゃん、聞いてねえじゃん俺だったら誰のイメージなんかなとかさ、そうそうそう、多分グループサンズが好きでさ、一時すごい聞いた時に熱狂的にギャーなってたけど、全く世代じゃないからあれだけど、社会現象ぐらいだったと思うのよ、多分ギター持ってる人も不良だみたいな言われた時代だからさ、だからでもその世代の人からしたら、ああこのグループねこの歌ねってなるのと一緒で、自分そこまでピンとは来ないから、そういう感覚なんかなとかっていうのを考えながらここ数日過ごしましたご苦労様です、いえいえいえ、こちらこそ大変、なんか本当なんか疲れるって話そういうの考えちゃうんですよ私は、なんかバラエティ見てたもん、そうバラエティ、うん、どういうことバラエティ見て、じゃあだいぶ昔の懐かしい人登場みたいなさ、ああ一世を風靡した芸人登場とかって言ったらさ、ああ今は世代の人どういうふうに見てるのかなとか、とか今で言ったらどういう立ち位置の人なのかなとかさいやだってやっぱり師匠、その B&B 師匠だってさ、すごい時代があったわけじゃん、そのもう社会現象で漫才ブームでガッとさ、十何個レギュラーやっててさ、でも多分今の若い人はもちろんピンとこないじゃん、ひたすらもう佐賀のババイバーちゃんって言ってもいまいちピンとこない可能性もあるからさ、だからでももっと上の世代の人からしたら、いやもうB&Bさんはもちろんなるじゃん、今で言ったら誰なのかなとかさ、そういうの考えちゃうの、考えちゃうの私、面白くないでしょテレビ見てて疲れる時あるよ、確かに考えすぎて想像できなくて、うんっつってそうなんですよまあね、人の趣味にとやかく言うこともないから、まあまあまあ、なんか変なオタクじゃないんだろうけど、なんかそういう気質もあるんだろうね昔からね、
昔からあるんですよ、私なんか、うん、異常にこの芸人はこの事務所とかね、変に詳しい時期あったしね、若い頃ね、はあ、うん、異常に、はあ、そうそうそう、今はもうあんま分からないでしょ。そうですか、すいませんね、なんか変な話して。いや、毎回そうですけどね。なかなか15分もすいません、あの時は、じゃあ、まあそういうことで、ありがとうございました。皆さんご清聴ありがとうございました。